メッツの千賀滉大投手30が日本時間16日、本拠のドジャース戦に中9日で今季17試合目のマウンドに上がった。6回を投げ4安打1失点、9奪三振、3四死球と連投。1-1で日本人最多の8勝目はならなかったが、オールスターでは出番のなかった、お化けフォーク、投手の躍動にファンは大喜びだ。やばくね？ようやっとる。去年の大谷みたいやな。思ったより通用してるな。奪三振率安定して高いよな。ようやりすぎとる。普通にエース。もっと早くメジャー行かせるべきやったやろ。今日の相手強い方のロサンゼルスやろ。メッツのエース定期。ソフトバンクに今一番必要な人材やん。防御率2点台あるで。メディアにもっと取り上げられてもええやろ。チナ・タカヤが千賀抜けた途端先発ガッタガタで笑えんわ。向こうで活躍してるのは嬉しいけど分身して日本でも投げてほしい。来年の山本もこのくらい期待してええか。筒香秋山の頃はクソだったのに、直近2年で渡米したやつ全員通用しとるやん。コロナシーズンで適応難しかった説あるやろ。秋山とか衰えてる感じないし、野手は二本アルバレスしか味方がおらん模様。フォークピーは通用するんやなと思ったけど、ドスコイは失敗したしそういうわけでもないか。スイーパー投げるの止めてから調子ええよな。メッツってシャーザーとバーランダーもおるんやろ。えぐくない？なぜか負け越してる。今なら大谷より投手成績上？今のところはいい勝負。千賀の方が今年はええかもな。メッツのエース？せやな。というか今年のメッツ終わりすぎてて投手野手含めて千賀が一番良い数字残しとる。やっぱフォーク苦手なんやな。そらWBCで打てないわけや。日本人も打てないぞ。そもそも投げるやつがあんまりおらんからな。メッツは千賀取れてよかったな。フォークピーは基本成功するんやな。ドスコイは MPB 玉以外に合わなすぎた。ア・リーグ奪三振王のガウスマンがフォークピーだし、奪三振率 18.00 のクローザーバティスタもフォークピー。フォークはメジャーでも普通に最強格の変化球。